皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の歴史、室町時代の文化についてお話します。室町時代を代表する文化2つあります。北山文化と東山文化です。北山文化というのは室町時代の前期の文化で、東山文化というのは室町時代の後期の文化です。ではまず前期の北山文化からお話します。北山文化、これ足利義満の時代を中心とした文化です。代表的な建物、金閣がありますね。金閣は1398年に北山殿、北山三荘とも言いますけれど、ここの舎利殿として作られました。何に使ったかというと、清浄する場所として使われました。で、舎利殿の意味はお釈迦様の骨を祀る場所という意味ですね。ですから、この金閣の3階建てになっているんですけれど、3層目3階にはお釈迦様の骨祀ってあるそうです。さて、この義満の保護の下で観阿弥と世阿弥、この親子が田楽と猿楽から能を大成します。大成というのは時間をかけて研究や仕事を完成させることですね。能を完成させたということです。この田楽というのは豊作を祈る農村の祭りから発展したもので、猿楽というのはもともと宮中の儀式の余興として行われた芸能、それが民衆の間に広まったものです。観阿弥がまず猿楽に歌と舞、踊りですね、これを取り入れて猿楽能というのを作ります。その後世阿弥がその芸を引き継いで能を大成させました。しかしこの世阿弥ですけれどね、実はこの義満が死んだ後、ね、不幸な運命をたどります。義満の後の将軍義持ですけれど、この人は義満のことが嫌いで、義満が、いろいろ応援したもの、これを嫌いました。ですから世阿弥はこの4代目の将軍から嫌われた。さらに6代目の将軍の義範、この人に佐渡に流されてそこで亡くなっています、ね、不幸な生涯を終えたわけです。さて、能の合間には狂言というものが演じられました。狂言というのは世の中の出来事を当時の話し言葉で演じた短い喜劇のことで、公家とか武士の、ね、ことを皮肉ったりする内容のものも多くて、民衆からは大変、喜ばれた。でもまあね、公家とか武士からすれば気に入らないので迫害も受けましたけど、ね、そして和歌の上の句と下の句を別々の人が読むという連歌、これも広がっていきました。これがまず前半の北山文化です。これに対して後半生まれた東山文化、これ足利義政の時代、これを中心とした文化です。代表的な建物、銀閣があります。これ東山三荘の観音殿として1489年に建てられました。観音殿というのは観音様の像を祀っておく建物のことです、ね、像を祀る場所として建てられたということですね。それから接客用の建物に禅宗寺院の建築様式を取り入れた書院造りが生まれます。接客用ですから、今で言ったら客室とか客間ですね。そこに禅宗の建築様式を取り入れてできた形、それが書院造りです。もともと書院という意味は本を読んだり、文章を書いたりする場所、今で言うと書斎のような場所です、ね。特徴としては襖や障子で区切られた部屋になっていると。それから床の間や明かり取りの障子があると、畳が部屋全体に敷き詰めてあると、こういうことです。畳というのはこれ以前にもありました。でも部屋全体に敷き詰めてなくて、人が座るところに置いてあるとか、部屋の隅に置いてあるとか、敷いてあるとか、そういう形で部屋全体には敷いてなかったんですね。書院作りで初めて畳が部屋全体で敷かれるようになったと。これが現在の和風建築のもとになっています。で、この書院作りができると茶の湯や生け花が生まれています。生け花はもともと書院作りの床の間の
前に花屋なんかをお供え物として最初飾ってあったんですけれど、それが観賞用になって生け花が生まれました。さらに摂舟、これお坊さんですけれど、摂舟は禅宗の僧として修行しながら水墨画を大成しています。また中国に行ってね、この水墨画学んでまた日本に帰ってきて、さらに発展させました。それから枯山水の庭が作られるようになりました。この枯山水というのは、小さな庭に石とか砂、苔なんかを組み合わせて、海や山、川、滝などの自然を表現したもので、今でもお寺で見られるところありますね。それができたのがこの時代です。それから、どちらの文化共通して、いつ生まれたかちょっと分かんないですけど、室町時代に生まれたものとしておとぎ草紙があります。で、おとぎ草紙のおとぎというのは話し相手をするという意味なんですね。ですからこのおとぎ草紙、もともとはね、こう話すという形から始まって、昔から伝わった話を話すという形から始まって、次に絵巻ね、巻物になるんですね。絵と文字で書かれた巻物になって、それから本という形、絵と言葉で表した本という形になっていきます、ね。昔から語り伝えられた短い物語、これを文字と絵で表したおとぎ草紙、これが生まれています。このおとぎ草紙という名前は、実はこの時代じゃなくて江戸時代に出てきます。江戸時代の初めに大阪の商人が昔話を23編まとめて、絵と文字で本にして出版しました。その本の名前がおとぎ草紙だったんですね、ですからそこからおとぎ草紙と呼ばれるようになっています。で、有名な物語、今も残っている有名な物語は一寸法師、浦島太郎などが、含まれています。今回は室町時代の文化についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。